パチパチお好み焼き TV イエーイ始まりました。今日も、はい、今日は何をするんですか？何も聞いてへんの？はい、なんか別室に呼び出されましたけど。今日何やるんですか？今日は巷で流行ってる右と左どっちゲームっていうのが流行ってるんです。右と左どっちゲーム、食材を2つ出していって、まあ、それをどんどん選んでいってもらってご飯を一品作ってもらいたいんですけど。そんなゲーム知らんで俺。ちょっとあの後ろからどんどん選んでぶち込むわけにもお店的にはいかないので、今回は2人で食材をどんどん出していくんで、何件で取り合ってもらいたいと思います。何を作るんですか？今回はチャーハン。チャーハン、チャーハン選んでもらって、得意得意で得意。制限時間5分で作ってもらおうと思います。5分、結構厳しいと思うので。余裕余裕余裕ですか？そしたらまず最初の食材はサバのオリーブ漬けとアサリで取り合ってもらおうと思います。アサリね。はい、サバはねあんま好きじゃないね、自分ね。好みにも分かりますね。これどうやって取り合っていけばいいですか？じゃんけんで。あ、じゃんけん取ってもらおうと思います。ありました、はい、大阪だとじゃんけんなんかあるインジャン。あ、インジャン。声と見る。最初はグーインジャン。おお、同じこと見てましたね。あいこでしょ。ガチャ。どうしようかな。サバやろ。いや、じゃあアサリいきます。マジで。サバな、まあ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 、サバでもいいけどね。はい、次の食材、キムチと豚バラ取り合ってもらおうと思います。はい、なるほど。これ難しいな。サバのオリーブ漬けに合うんかな。はい、最初はグーヤンケンフー。合いますね、気が。はい、これでしょ。僕はもう無難に、まあそっちの方がいいよね。汁の味が、アサリの味が、無難にいきます。じゃあキムチ見ますわ。そしたら3品目、はい、ポテトチップス。ああ、韓国の。はい、最初はグーヤンケンフー。あいこでしょ。全敗や、全敗。勝ちましたね。どうしようかな、こっちでいく。マジかよ、はい。全部俺が選ばないと思ってた方で。はい、じゃあこういう感じですね。じゃあ僕の方がサバのオリーブ漬けと白菜キムチとポテトチップスです。塩。韓国のに。味付いてる。アサリ。てか、豚肉です。これで。やっていきましょうか。はい。やっていきます。はい、行きましょうか。はい。はい。じゃあ移動します。よろしくお願いします。はいっす。5分やね、制限時間5分やからね、はい、おもろいこと言ったほど勝ちやろこれ。美味しい方が勝ち。サバ缶いきますって。サバ缶、豚肉いきます。これほぐさらあかんやん。いや、僕豚肉切るところから。これ僕は豚を炒めていきます。このチップスはちょっと弱火でもいい。こうやって一人前やからな、はい、多く入れたらやばいね。こんなんやん。あたりいきます。あ、いけるわ、いける感じしてきた。かけるわ。多いやもんな、やばいな。ポテトチップスは後で。僕はやっぱ無難に美味しそう。韓国のり。やべ。塩コショウは俺はまだしないけど、塩コショウをせんでもまあまあ味ついてるからね。おいしい。チャーハンはうまいからね。あったかいうちに食ってね、うまいから。よっ。ポテトチップスちょっと少なかったかな。少なくと結構あれやな。チャーハンは何がうまいかわかる？いや、パラパラなやつやで。パラパラ感出さないとね。韓国海苔うまいよね。
はい、で後で入れてもいいし、なんかさっき入れてもうまそう。意外とでもこれ5分余裕か、これラスト30秒だ。よけもうできてるもんだって。ラスト10秒です。はい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 、できたね。できました。はい、終了で。豚肉とアサリの韓国海苔風チャーハンですね。韓国海苔風チャーハン。あ、韓国海苔やん。風とかないから。はい。はい。キムチもうちょい入れた方が良かったかもね。じゃあ、お二方、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。美味しそう。一応間に合いましたね。はい。余裕余裕。余裕でした。3分でよかったです。3分厳しいな。実際にお二方に食べ比べてもらったのに、うん、はい、最終ジャッジは僕が食べて決めていきたいと思います。はい。味のセンスあんの？ありますよ、僕。大丈夫？まあ、はい、自分のやつから食ってみましょうか。そうですね。まず僕のやつが、このネーミングがですね、サバポテチキムチチャーハンでございます。僕はもうシンプルに豚肉とアサリの韓国海苔チャーハンです。じゃあ食っていきましょうか、自分のから。はい、いただきます。いただきます。絶対うまいやん、指で出てるもん。そっちも味はしっかりしてそうっすよ、ね。うん、味はね、お互い塩コショウしかしてないもんね。僕は結構韓国海苔で持ってった感じが。うん、うまい、うまい。うまいけど、もうちょっとキムチの味を入れた方がいいかな。どうですか？いや、買ったんじゃないですかね。さすがに。うまい。はい。じゃんけん全勝なだけはありますよ。でも、キムチとサバも合うわ、他に。まあ、でもサバがいい感じですよね。うん。韓国のやり出してる？韓国のっていうか、アサリがちょっと効いてる感が。いただきます。アサリええね。アサリいいっすよね。出汁が出るから、やっぱり。あ、でも食べ比べると、うん、ちょっとカメラマンさんは若そうなんで、ジャンキーさが出るじゃないですか、やっぱ、うん、キムチ、ポテチだったり、ちょっと勝敗分かんなくなってきますね。じゃあ、審査員、どうぞ。うまいです。いただきます。どうすか？まあ、うまいっすね。うまいでしょ。サバ結構効いてますね。もうちょっとキムチ入れた方がよかったな。僕だけじゃ結構十分ですね。したら、次。豚とアサリの韓国のりちゃう。ああ。和風っていうかね、あっさりしてるもんね、こっちの方。あさりが、やっぱ。あさりが効くよね。効く感じですね。うん、出ました。はい。出た！した。結果発表いきますか。発表させていただきます。はい。岡野店長のキムチの方で。味がしっかりはっきりしました、うん、キムチの方が、まあ、ね、まあね、サバも効いてて、すごく僕的には好みの味でした。なるほど。そうそう、まあ、負けてちょうどよかったね、じゃんけん負けて。そうですね。アサリの方はちょっとさっぱりしてて、で、まあ、さっぱりって和風っていうかね、そうです、ね、そういう感じで美味しいけどね、アサリはアサリで買ってよかったです。じゃんけんには負けたけど、はい、勝負には勝ってて、はい、面白いしました。ありがとうございました、はい、一勝零敗ですわ。この勝負、またこの長岡もいますから、ね、そうですね、対決シリーズもぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。おおきに、またね、バイバイ。